皆さんこんばんは、えー、っと今日最後のセッションとなりまして皆さん結構お疲れモードかもしれないんですけれどもあと1セッションゆるっと楽しく、えー、50分間学んでいきたいと思いますよろししくお願いします <laughs> ちょっといきなりなんですけどあの記念写真撮っていいですかあの360度写真撮ろうと思いますのではいチーズペコはーい ありがとうございます。ということでセッションを進めてまいりたいと思います。今日のタイトルは組み合わせ利用でいいとこ取り adobe xd イラストレーター photoshop の長所を生かしたデザイン手法を学ぼうということで進めてまいります。 まず自己紹介させてください。私、黒野晃子と申します。ツイッターとかオンラインでは、クレマという ID で活動をしています。でフリーランスのデザイナーで、Adobe コミュニティエバンジェリスト、去年からやらせていただいています。結構、ウェブ系のことですね、お教えしたり。 えー、いろいろ執筆したりっていう活動をしていますで、今とある企業に集散常駐をしてデザインシステムの策定などにも携わっていますそれ以外ですと、えー、情報設計 UI 設計あとイラストやロゴマークの作成とかちょっと変わったところだと書籍の想定など大体ほとんどの仕事がイラレフォトショップ XD で賄われている感じでございます で最近、ですねあの書籍を書いたり LINE スタンプを趣味で作ったりしてますで特に書籍の方なんですけれども今日のセッションにぴったりの内容で、えー、世界一わかりやすいイラストレーターフォトショップ &XD ウェブデザインの教科書というのを、えー、2か月前に出版することができまして4人の教著になっておりますで突然なんですけれどもちょっとアイスブレイクでここでプレゼントタイムです。 えー、2冊、今日現物をお持ちしてるんですけれどもこれを今日、誕生日の人にプレゼントしてみようと思うんですが600人ぐらいいらっしゃるので1人ぐらいいるかなと思うんですけど誕生日の人いますかあ、いいいらっしゃいましゃまたでで取りに来てくださいおめということで、えー、ここから本編に入ってまいります。 このセッションのターゲット聴講者の方は既、まあ、にデザイナーとして活動している方の方がぴったりの内容かなという感じです普段はフォトショップやイラストレーターをメインに作業しているけれども、まあ、XD も気になって触り始めているよという感じの方が、えー、ターゲットとして作ってございますそんなあなたに贈る最近の AdobeXD が絡みのお困りごとあるある6つのポイントを ピッックアップししてままいりましたその1、結構もうすでに会社にフォトショップで作成したデータがあってそれを XD に移植するのめんどくさいよっていうパターンでその2はいられですねいられで以下同文いろいろありますで3つ目 XD って凝ったデザイン作れないですよねワイヤーフレーム作るツールじゃないのっていうような、えー、お困りごと。 そして4番目、XD で画面遷移図を作りたいんだけれどもなんかこうお客様に提出するものって作れないですよねという質問をよくされます。 そして5番目、ですねディレクターさんからの支給データがパワポーとかエクセルのことが多くてなかなか XD でワイヤー作ってもらえないのでデータのコピペが大変よというようなお困りごとで6つ目が社内ではスケッチが指定されているツールなので XD、気になっているけどなかなか使えないんですよねというような6つのお困りごとパターンを今日いろいろ触ってみてまいりたいと思います。 はい、そんなお困りごとを XD で解決する6つのレシピをご用意してまいりましたじゃあまずその1のお困りごとですすで、えー、に Photoshop で作成したデータがたくさんあるでこれどうすんのっていうことですねいちいち XD に全部移植するのかっていう話なんですけれども、えー、実は XD って PSD を開けるんですよ で結構、ですねあのシェイプレイヤーで作っている部分とかあの綺麗にそのままあのシェイプとして XD に持ってこられるさらに元は PSD なのにプロトタイピングもできるし10月に投入された新機能の自動アニメーションも元が PSD のデータから作れるよっていうのを、えー、今からですねデモをご紹介していきたいと思います。回スライドは閉じまして フォトショップですで,、えー Photoshop、でスマホの、えー、EC サイトのダミーを作ってあります2ページなんですけれどもトップページとトップページの左上のこの部分のメニューをタップしたらこれが上からメニューがぺろっとこの部分ですね出てくるよっていうデザインを作ってございます。 でフォトショップのレイヤーパネルを見ると2つアートボードありますねトップページとメニューオープンというアートボードがありますで中のパーツなんですけれどもまだいたいコンポーネントごとにグループ分けされていまして、えー、スマートオブジェクトで作ってあるところとかシェイプレイヤーで作ってあるところとかですね一通り あのレイヤーを式面で塗りつぶすのではなくなるべくシェイプレイヤーと、えー、スマートオブジェクトを活用して作ったデザインですでこの PSD を XD で開いてみましょう今、XD の方に画面を移しましてメニューバーのファイルから開くですで PSD を選びますこれ、えー PS、サンプル PSD っていうやつですね。 これを選んで右下の開くボタンを押します。はい、割と早めにサクッと開きました。で、これどんな風にデータが変換されているかを見ていきましょう。 まず最初このヘッダーのところですねシェイプレイヤーで作ってあった部分は XD のシェイプになっていますですので後からこの角丸も再編集できるようなシェイプにきちんとなって持ち込まれておりますでテキストもですねポイントテキストで作ったところはポイントテキストで持ち込まれていますし下の方に行って エリア内テキストエリアテキストかで作ったところはきちんとエリアテキストになって持ち込まれておりますなのでここから、えー、PSD だったものを XD でプロトタイプしていけるわけですねえー、と1個だけ注意するところスマートオブジェクトのところがえっ、ー、と ララスタタイズされてベクターになっちゃうんですよこのお買い物カートのアイコンなんですけれどもちょっとフォトショップの方に移りますがフォトショップ上では、えー、とベクトルスマートオブジェクトになっていましたこいつここの部分ですねでこれ XD に持ち込まれるとラスタライズされたベクターデータになってしまうんですけれども、えー、とコーディングする時大体こういうの SVG にしたいなって思うじゃないですか。 なので、えー、ここだけどうするかというとフォトショップ側に戻ってこの、えー、スマートオブジェクトをダブルクリックして開きますそうするといられで開くわけですよスマベクトルスマートオブジェクトですので,でこいつをコピーして コマンド C してコピーしたんですけど、XD に移動して、コマンド V してで、元あったところに置いて、ラストライズされてしまったものは消すというように差し替えることで、こちらは SVG で書き出すことができるデータとして作業を進めることができます。では、注意点を見ていったところで、 psd だったデータタからププロトタイプをし,てみましょうまずトップページのこの左上のメニューのところをタップしたらメニューが開くよっていうのを10月に新規投入された自動アニメーションの機能を使っていくんですがその前に大切な下ごしらえがあります。 PSD PS を XD で開いたときなんですけれども画面の一番最初のスクロールを指定する、えー、ビューポートの指定がついてない状態なんですねなのでアートボードを選んだら右側のプロパティインスペクタのスクロールのところを選んで垂直方向を選びますそして最初の すいません。えー、iPhone678 サイズの数値ですね667ピクセルを入れてあげましょう667あでこれ2倍サイズだったえー、っと Photoshop×2 のサイズで設計されていますので XD でビューポートしてるときにあビューポートを指定するときに ×2 で指定する必要がございます その時ここで試測演算で計算できるんですね667アスタリスクにリターンを押すと1334で指定してくれましたのでここに青いタブがつきましたねここが一番最初のスクロールで見える部分ですで左側のあ失礼右側のアートボードも同じように1334入れましたこれでプロトタイプモードに戻って トップページからこのメニューオープンのところに青いワイヤーをつないでタップをしたら自動アニメーションになりますよっていう指定をしますでイージングお好みですけれども、まあ、スナップにとりあえずしておきましょうかねでこれでどうなるかをプレビューしてみるんですけれども ここんなな感じになりますでこれちょっっと私が思ってるイメージと違うんですよメニューが上から下に出てきてほしいので、えー、それをどうしようかなという話なんですけれども上から下に出るアニメーションとあと最近よくある3本のハンバーガーメニューがタップするとアニメーションでマイクロインタラクションバツになるというのを、えー、作ってみたいと思います。じゃあやってみましょう でどうしようかなって考えたんですけどアートボードを1個増やしてみることにしましたでアートボードをコピーして真ん中のアートボードを1回デザインモードに戻りこの白い領域を高さを狭めますで狭い高さの狭いものが大きく伸びるよっていうアニメーションを作ってあげようと思います で中に入っている文字なんですけどこれグループになってるんですがアピアランスを0%にして0%から100%のアニメーションにしようと思いますでプロトタイプモードに戻ってトップページからこの真ん中のアートボードに行く時はトリガーはタップのまま自動アニメーションにしようと思うんですけれども真ん中のアートボードから右のアートボードにかけては勝手に動いてほしいんですよ なのでタップじゃなくて時間トリガーは時間にしてリレー0.2秒0.2秒経ったら勝手に切り替わってねっていう指定をしてあげますでこれでどうなるかっていうのをもう一回やってみましょうプレビューをしますクリック0.2秒経ったら上から降りてくるっていうようにちょっと思惑に近づいてきましたじゃあ次ですねバッテンのところのアニメーションをやってみたいと思いますでこれれなんですけれども 他の方のセッションでもあったと思うんですが XD で自動アニメーションをするときていうのはレイヤー名が同じでないといけないんですよ。でここの四角形ダブルクリックしてグループを降りていくとレイヤーパネルを開くとここですね長方形2のコピーっていう名前になっています。で1個上のバッテンが長方形2っていうレイヤーなんですけどこっちの メニューオープンの方も名前は一緒なんですよ長方形2と長方形2のコピーなんですが1個、罠がありましてこっちってペンのマークパスなんですねで、えっと、トップページの方は四角形でシェイプなんです。 でこれシェイプとパスの違いがあるとアニメーションされないのでトップページの方の、えー、シェイプをパスに変換してあげる必要があります一番簡単なのはダブルクリックしてどっか1個のアンカーポイントを動かしてコマンド Z で戻すでこれも同じよいしょでやると失礼このレイヤーパネル上の ここがペンのアイコンに変わってパスに変換をされたことが分かります。これでもう一回やってみましょう。はい、もう一回プレビュー、クリック。ちょっと×のところが自分の思ってる感じに近づいてまいりました。こういう作り方を進めていくことでもともと PSD だったデータを、えー いいろいろですね自動アニメーションを含んだプロトタイプをしていけるよっていうのが一番最初のお話でしたはいじゃあスライドの方に戻りたいと思いますスライドはフォトショップまで進んだので次はイラストレーターから参りましょう次「XD 絡みのお困りごとその2」でございますすでにイラストレーターで作成したデータがたくさんあると。 でそんな方に送るお困りごと解決レシピです、えー、と実はイラストレーターのデータ .ai は XD で開けなかったんですけれども10月のアップデートから開くという操作ができるようになりましたで場合によりこれまでもできていたコピペいられからコピって XD にペーストっていうのを使い分けをするとよろしいかと思いますので実際見ていきましょうじゃあ今度いられに 移動してサンプルファイルを開きますまあ、さっきのとタイトル一緒で中身が違う、えー、こんな感じね商品の詳細ページとお問い合わせページをイラレで作ってございますで、えー、こういった四角形のところはイラレの長方形ツールで描いたシェイプになっていまして例えばこのボタンのところとかは、えー、角丸が あとで編集できるライブコーナービジェットでこんな感じでですねできておりますで。あとテキストのところも説明文のところはエリア内テキストになっておりますしこの上のところの値段のところとかはポイントテキストになっているこういったデータでございます。じゃあこれを XD で開きます今画面は XD に切り替わってきましたのでメニューバーのファイルから「開く」で「ai サンプル .ai」を開きますはいしばし待ちましょうちょっと時間かかります。 はいでえー、と2個のフォントが見つかりませんっていうアラートが下に出たのでこれについてはちょっと後でお話をしようと思うんですけれどもまずデータの作りどんな風になってるかなっていうのを見てまいりましょう見た感じ良さそう例えばこのテキストのところエリアテキストになっておりますし下の方の値段のところもポイントテキスト になっていますそしてもっと写真を見るの周りの四角形ですけれどもあとこれで,す、ね、後で角丸が編集できる状態を保ったまま、えー、インポートされていることが分かります。はい、でこんな感じで急ぎのあすいません変換できるんですけれども急ぎの時はコピペでもいいかなと思うんですよ。で例えばこんな感じで このボタンをコピって、いられからコピって、XD にペーストしてみます。よいしょああ。ちょっともう一回やっていいですか。この確認画面ボタンにしよう。これをコピって、XD にペーストします。で、これ一個問題点がございまして、えー、実はコピーペーストすると、角丸の再編集ができなくなります。 ダブルクリックしていってもライブコーナーウィジェット的なあの丸い印出ないんですよねでパスになってしまっているのでコピペをすると角丸の再編集が効かないっていう問題点がありますここだけ要注意でもう一個注意したいのがあと2個だあと2個注意したいのが、えー、エリア内テキストとあとこの線メッセージ入力欄のこの線で指定してある長方形 ここら辺が若干鬼門です。XD に来てペーストします。でえー、まずこのテキストの方を見ていこうと思うんですけれども、これ見てみてあのポイントテキストになっちゃってるんですよ。下に1個だけしかハンドルがない状態になっちゃってますよね。でこれ困るので、えー、プロパティインスペクタでエリア内テキストに変換をするんですけど、開業がもう固定しちゃってるので、 ちょっと思った動作と違いますね。本当はこの横幅の変化に追随してきてほしいなのでエリア内テキストをコピーペーストも要注意で私が実案件で一番ハマったのはこの線の指定をした四角形でございますちょっとめっちゃ拡大してみましょうこれ見てみると,、えー、とパスの両側に線がついてますよね。でこれイラレでは 内側に指定してあったんです私ちょっとまたこれもすごい拡大しましょう見えますか見えますかねパスの内側についていた線が XD にコピペすると中央になってしまう0.5ピクセルずつ中に入るので合計1ピクセルちっちゃくなっちゃうっていう感じになっています コピペは便利なんですけれども今言ったようなパーツはコピペを避けて例えばコピペするのはこういったあの塗りだけで指定されているアイコンなんかをパチッとコピペするのは便利ですでエリア内テキスト線を,指定したあ線を内側に指定したパーツあたりは、えー、ちょっと気をつけようねというお話でしたでこの XD から XD でいられを開く時のサポート状況は Adobe のサイトで公開されていますこれで t でツイッターに流しますけれどもこんな感じで XD でイラストレーターファイルを開く際にサポートされる機能とされない機能っていう記事が載ってますのでここら辺を見ながら多分徐々によくなっていくと思うんですけれども見ながら是非、えー、使えるところは使っていってみてください。 ということでいられのパートも終わって、これは閉じてスライドに戻ります。今度はお困りごと3番目いってみましょう。XD 絡みのお困りごとその3。じゃん XD って凝ったデザインは作れないんですよねっていうのをすごいよく聞かれるんですよいろんな方に。で XD ではちょっとこう自分の作りたいイメージを作り込めないのでまだフォトショップから離れられませんっていう方がかなり多いでもそういう方もプロトタイプはしたいよっていう方もいらっしゃるのでそういう方はさっきのパターン1をやってもいいと思うんですけれどもこれから XD をがっつり習って で、えっ、ー、と新しいサイトをデザインしたいなっていう方は、このパターン3もやってみてもいいのではないかなと思ってます。で、どういう方がこのパターン3をやるといいのかな？って考えてみたんですけれども。 あのディレクターさんが XD でワイヤーを描いてくれるとでそれを受け取って XD でもうデザイン作業をしていけるよっていうようなプロジェクトだったりとかあとものすごい凝ったその写真編集が必要なサイトではなくてある程度の、えー、装飾的要素を取り入れたようなサイトであると、えー、今からお話しする手法が使えるのかなって思っています。はい、ということでそれぞれのアプリ フォトショップ、XD の得意分野を組み合わせて CC ライブラリで連携するといい感じですよっていうデモをお見せしたいと思います。XD でレイアウトを進めてビットマップの編集はフォトショップ細かいベクター編集はイラレに任せるパターンでございますでは見ていきましょうサンプルファイルメニューバーのファイルから開くで えー、どれだっけ ?XD オンリーはーいこんな感じですでさっきフォトショップで作ったのと近しいデザインなんですが左側みたいな感じを目指して右側を若干作ってきましたでフラットなパーツばっかり入ってますね今のところ。 このののの上部四四角角形形とその下の四角形でここメイン写真を入れたいところは白い四角形が入っていてで下の商品写真のところも白い四角形とでこれリピートグリッドにしたいからこんな感じであらかじめリピートグリッドにしておいたパーツを横に伸ばして2つ商品を入れようかなと思いますでは最初にやろうと思うのが、えー、Photoshop でメイン写真を入れていきましょう でどんな写真を用意してあるかというと、フォトショップでこんな写真、商品の写真、トートバッグ特集でございます。で女性の写真が一番下にあってで、その上に背景に置きたいドットがあって、今、女の人より前にドットが来ちゃっているので、これを女の人の形に選択して隠そうと思います、このあと。 でテキストが入る背景も女性のところだけこう隠す処理をしてまいりますでもう一個トートバッグにキャラをくっつけるっていうのを X D あ、失礼フォトショップでやろうと思います XD ではこういう作業はできないのでフォトショップが得意な方に作業を振っていきましょうではではこちらの PSD なんですけれどもまず CC ライブラリにさっくり登録しちゃおうと思います CC ライブラリパネルを外してでレイヤーパネルの中にさっきお見せしたレイヤーをグループにしてありますヒーローっていう名前のグループの中にさっきの4つのレイヤー入ってますでこちらをグループごとドラッグアンドドロップして CC ライブラリに突っ込みます そうすするるると今右下ぐるぐるってて同期してますねインターネットにつながっていると今、私がドラッグアンドドロップした写真がえクリエイティブクラウドの方にアップロードされていますちょっとしばしば待ちましょうか今、私あのソフトバンクの回線でつないでテザリングしてるんですけどあ終わったみたいですじゃあ、これが XD 側に反映されているか。 XD にも CC ライブラリのパネルがあるので開いてみましょう。XD のメニューバーのファイルから CC ライブラリを開くです。パネルのデザインが違いますけれども入ってるものは同じです。でも今私が登録した写真ここにヒーローっていうのが入ってますね。これをドドラッグドロッグロプして もと,もと用意しておいたあ置く場所を間違えました。元々用意しておいた四角形にこううまいことシュッって入れてあげると、四角形の中にトリミングされて写真が入りました。で、ここ見てほしいんですよ。ここ写真の左上にこういうグリーンの鎖のアイコンがついています。これがついているとクリエイティブクラウドと写真が連携していますよっていうサインなんです。 でこれを間違ってクリックしちゃうと外れてブルーのバウンディングボックスになってしまうんですよこうするとこのあと行う連携が効かなくなるので必ずコマンド Z で戻しますけど必ずこのグリーンの、えっと、アイコンをキープした状態で進めてくださいこうすると、えー、クリエ CC ライブラリかとの連携がキープされた状態になってます ではここまで入れたところでさっきお話ししたこの女性の上にドットがあったりとかこの紫のほにゃっとした形も女性の手前にあるのでここら辺を選択範囲を作って隠すっていう操作をフォトショップ側でやってみたいと思います。 では、クリエイティブクラウドライブラリパネルの今、触りたいヒーローという写真の上で右クリックないしはコントロールクリックをしてメニュー出てくるんですよ、これ、編集というやつ、これを選びます。そうすると Photoshop で開いたんですけどヒーロー .psd っていう名前でさっき登録した時のグループ名 .psd に名前が変わっていますこのタブのところですねで入っている内容はさっきと全く一緒ですレイヤーパネルを見てみましょうレイヤーパネルの中にグループヒーローがあって4つのレイヤーが入ってます ではちょっとだけフォトショップの機能も見ていきたいと思います。一番下のこの女性の形。この女性の形を選択するのに、フォトショップに最近搭載されたアドビ先生パワーですよ。この被写体を選択ボタンを押します。押すだけでしばらく待つと勝手に女性の形が、 大体選択されますちょっとずれてるので直すんですけどおおむねいい感じになっていますじゃあこのちょっとずれてるこの肩ひものところとかうまく選択されなかったのとこの手の間の三角形のところが逆に余分に選択されているのでこれを直していきましょうまず足りないところは、えー、この自動選択ツールを使って足していきますはい でいらないところはオプションキー Windows の人は Alt、えー、キーかを押しながらちょっと修正していって、はい、こんな感じできれいに女性の選択範囲が作れましたじゃあこの選択範囲で隠したいのがこのドットと紫色の形ですねこれを2つを Shift キーを押しながらレイヤーパネルの中で 複数のレイヤーを選択してコマンド G をするとグループになります。このグループ1に対してレイヤーの中を隠したいので、えー、Photoshop のレイヤーメニューのレイヤーマスク選択範囲をマスクをします。 そうするとやりたかったことができました女性の周りだけドット柄ないしは紫色の形が見えて女性のところはない状態になりましたで最後キャラクターのレイヤーをオンにしてあげますでここまでの作業ができたらコマンド S で保存します保存をすると CC ライブラリーパネルの中で同期されますこれ見えるかな ここのサムネがもう編集が終わった状態になりました。じゃあ x d 側に行ってみましょう。はい、こんな感じで Photoshop で行った内容がさっきあの見たようにグリーンの状態。 あの連携している状態になっていますので Photoshop で編集したものを XD の中にまた何もしなくても勝手に同期してくれる状態になっていますこういうふうに作業を進めることによって XD ってこうちょっと 作り込みいじゃないのみたいなのをある程度フォトショップ側にこう渡して作業をすることができるというのがこのお困りごと解決方法でございますじゃあもう一個だけちょっとお見せしていこうと思うんですけれどもこの背景の細かい模様ですこいつ。 これをイラレで作りましたなぜならばパスこういうちょっと有機的な形のパスを薬側で作るのが若干大変なのでいられで作りましたどんなのを作ったかというとイラストレーターに行ってこの素材っていうやつでございますでこいつを 表表示示かからアウトラン表示すするると全部パスになってるのわりますよねこんな感じでイラストレーターであらかじめ作ってあるのでこれを先ほどと同様に CC ライブラリーパネルに登録をしますこのグループを選んでドラッグアンドドロップをするとアートワーク7っていう名前で登録されたんですけれども ダブルククリッすすると名前を変えられますここ例えば BG バックグラウンドの BG にしてみましたで、えー、同期終わったみたいなので XD 側に行きましょうここマウスカーソル重ねると今名前を付けた BG という名前のパーツがすでに同期されていますこれを背景に入れたいと思いますまずドラッグドロップします でちょっと大きいので小さくします、はい、XD 基本的にあのシフトキーを押さなくても縦横比率をキープしたまま拡大縮小できますので、えー、今小さくしましたでこれをパターンにするんですけれどもいられとかフォトショップみたいなパターンの機能はないのでリピートグリッドを活用しようと思います 今この背景のパーツを選んだ状態のままプロパティインスペクタのリピートグリッドのボタンを押しますで周りのハンドルの形が変わりましたので横と縦方向に伸ばしてあげましょうこれね多分ちょっとパスの数が多くて秒後に若干時間かかってますけどでリピートグリッドなので このギャップのところのサイズを詰めます0ピクセル0ピクセルにするとタイルがぴったりくっついた状態になりましたでこれをここのアートボードに持ってきてで縦横を合わせてで再背,背面に持っていきましょうメニューバーのオブジェクトから 下の方にある重ね順再背面へ一番後ろに持っていきますはいこれで、えー、とちょっと凝った感じの背景もいられで作っておいて XD に持ち込むという形でつけることができましたでリピートグリッドで作っていますのでこのあと作業が進んで商品をじゃあ4個8個って縦に長くしていく時も先ほどのリピートグリッドを縦方向に伸ばせば OK ってことですね っていうようよきえすあとさっきのお買い物アイコンなんかはもうあらかじめイラストレーターからライブラリに登録してありますのでドラッグドロップしてサイズを変えて所定の位置に持っていくあとこんな左右に進むアイコンなども同様にあらかじめイラストレーターで細かい部分を作っておくと 他の案件にも使え、使い回しもできますし、あの一括変更はイラストレーター側で行うことができるという進め方ができます。はい、ここまで xd メインのテクニックをご紹介してまいりました。じゃあ次行ってみましょう。次は4番目。よいしょ4番目です。xd 絡みのお困りごとその4です。 はい、XD って1万円で画面遷移図できますっていうのもよく聞かれますで今のところ1万円のドキュメントにはできないんですよこれ私スクリーンショットで、えー、とプロトタイプモードにしてつないであるワイヤーとあとアートボード名がついてる状態にしてるんですけどワイヤーを表示させるためにはアートボードをこう選択しておく必要があって、まあ、ブルーの マークがかかっったたみたいいなな感じになっちゃいますよねでこれをスクリーンショット撮ってお客さんに出すとかでも、まあ、4枚のアートボードだったらまだ成立するかもしれないですけどこれがじゃあ10枚50枚ってなってきた時には、まあ、見づらいですでこんなお困りごとを解決してくれるのがいろいろあるんですけれども10月から XD にプラグインが使えるようになったじゃないですか他のセッションでもいろいろ紹介されたと思います。 でえー、と今の画面遷移図を、えー、解決してくれるプラグイン、今日、オーバーフローっていうのが私、ちょっと気に入っているのでこれを紹介したいと思います。今のところですね無料でベータ版を使えます。こんなサイト、オーバーフローで検索すると多分、Google の広告で一番上の方に出てくると思いますでダウンロードベータフォーフリーのところをクリックするとダウンロードできるんですけれども。 これを使って XD でレイアウトしたものをオーバーフローで画面遷移図を作るっていうのをやってみましょうはい、じゃあやってみます今度は XD のメニューバーから開くファイル,あファイル名から開く、えー、とオーバーフローサンプル XD を開きます、はい、でさっきスクショでお見せした メガネ屋さんのサイト4つアートボードを作ってございますでこちら、えー、とこんな感じで例えばお問い合わせのところをタップしたらこのコンタクトページに飛ばすよっていうのも、えー、XD 側でやってもいいんですが今回はオーバーフローで作ってみますどうするかというとメニューバーのプラグインから 最初インストールするときはプラグインを見つけるを選びます。で、プラグインのリストが出てきますので検索ウィンドウにさっきのオーバーフローという名前を入れますとヒットするの、今のところ1個でこれをここにインストールというボタンがついてきますのでインストールを押します、多分数十秒でインストールが完了します。 それとともにさっきのサイトから落としてきたオーバーフローのアプリを別途インストールして起動しておきます。ここまででした準備が OK ですじゃあ XD に移動してメニューバーのプラグインからオーバーフローで Sync All Artboards こちらを選びます、はい、そうするとこんな画面になって、えっと、ニュードキュメント新しいドキュメントに対して をします右下の青いボタンを押しますそうするとオーバーフローに画面が切り替わりましたでオーバーフローの面白いところはアートボードを選んで上のここのところにデバイスプロパティーズっていうアイコンがあるんですけどここを押してデバイススキンこれスキンがつけられるんですよでこれをオンにすると モバイルのスキンが外側につきますで。これでちょっと大きくなっちゃったので離しましょうこんな感じで離してでお問い合わせボタンからこのコンタクトのページに飛ばしたいでワイヤーが出るんですけどワイヤーがさっきの XD のワイヤーとちょっと違っていてなんかちょっとカクカクっとした感じですねですで商品一覧から、 ここから掴んだこんな感じで繊維を出してで商品一覧のこの一番上の商品を選ぶとよいしょこの詳細ページに飛ぶよとで繊維のこのワイヤーは後から動かすことができますさらにちょっと私が好きなのはこれダブルタップするとダブルクリックか。 ここにですね、ここ見えるかしら、この繊維の名前を入れられるんですよ、例えばここ、お問い合わせとか。っていうように、この動線は何なのかっていう説明をですね、ここに入れることができるわけです、商品一覧とか。はい、で、入れました、じゃあこんな感じでワイヤーをつないで、プレビューするときも、あの ちょっとずらそうかなプレビューするときもあのプロトタイプではなくてオーバーフロー独自のユーザーフローという動きで見ることができますちょっとやってみましょう右上にプレビューボタンがありますこの右向き三角形これをじゃん押すとおおすごい大きくなっちゃったちょっと今111%になってるんでちょっとズームを戻しますねでトップページから このひるって、前後関係を見ながら動線の説明も見ながらこういうふうに動いていけるわけですねで。これ例えば10枚とか50枚あってもこのサイトの中のストーリーをきちんとお客様に説明しながら動線も説明してプレゼンテーションができるという意味であの普通のプロトタイプ とはあの違う使い方ができると思いますので、えー、両方使い分けるといいんじゃないかなと思っています企画段階ではオーバーフローを使ってみてでその後の、えー、プロトタイピング本当に実機で触るのは、まあ、ちょっと引き直しになっちゃうんですけど XD 側で引き直すっていうような使い方ができるのではないでしょうかじゃオーバーフローはこの辺りにしてスライドの方に戻ります スライドで次はお困りごと5番です。XD 絡みのお困りごとその5です。はい、ディレクター作成の支給データがパワポやエクセルのみっていうのは、まあ、よく聞かれますね。でこれを よしなにしたい例えばこんなのをもらったさっきのメガネ屋さんのサイトなんですけど最新商品一覧こんな感じよっていうふうにもらったりするんですけどここからいちいちコピペコピペをするとこれだったらじゃあ十何回コピペする必要があるわけですよ。でこれをパワポやエクセルから .txt ファイルをうまく抽出して、えー、なるべく労力を少なくいられ側に持っていきたいというのが今回のお困りごと解決レシピですはい一つずつコピペすると超大変ドット TXT で一気に取り込みという無駄に XD で自動アニメーションを作ってみたので、えー、解決レシピを見ていきましょうはい今度はパワポ画面に行きます でパワポで最新商品一覧をクライアントさんが作ってくれましたでこれ一個一個、こんな感じでテキスト分かれてますねでここから .txt を取り,こ取り出したいんですけれども Excel だと .txt 形式で書き出せるんですがパワポだとちょっと直接はできないのでひと手間かけますどうやってひと手間かけるかというと Google ドライブを使います皆さんのお使いの Google のアカウントで Google ドライブにログインをしましたら左上の新規ボタンここですねここでタップをしてファイルのアップロードを選んで先ほどお客様から支給された PowerPoint のデータを開きます。インターネット回線がががっている必要がありますけれども アップロードされますでアップロード完了したのでこの右下のここのメッセージをクリックすると Google スライドで開くっていうボタンが出てくるんですよ、ここ。これを押すと新しいタブが開いてちょっと変換に時間がかかります。はい終わりました でちょっと開業がへんてこになっちゃってるんですけれども Google スライドでさっきお客さんが作ってくれたパワ i ポ t を開くことができましたここから .txt ファイルを落としてくることができますメニューバーのファイルから形式を指定してダウンロード上から4行目の「書式なしテキスト」を選びましょうと落ちてきます でこれをファインダーで表示してダウンロードフォルダにパワ、えーポイントサンプル .txt が落ちてきます。 でこれあのプレーンテキスト開けるテキストエディタで開くとこんな感じであのさっきのパワーポイントの1つのテキスト枠が1行になって落ちてきます。でこれ商品の説明だけちょっと使いたいので上1回ちょっと消しちゃって商品説明文が1商品1行になっている状態に落ちてきたのでこれ1回保存しまして、えー、XD の。 メガネ屋さんのサンプルサイトを開きましょうメニューバーのファイルから開くこれかなコピーペースト .xd あ違ったすいませんちょっと待ってもう一回多分こっちはいこれですこれを見てまいります でこれささっきのののメガネ屋さんのサイトの途中バージョンでございます。途中バージョンで最新商品一覧の下に5つ商品の、えー、コンポーネントが繰り返されてますね。で写真は5枚選んでドラッグドロップすれば入るんですけれどもテキストのところこのテキストもドラッグドロップで。 一気に差し替えできますもう何回も見たことあると思うんですけどやってみましょうこの今編集した PowerPoint sample.txt をドラッグドロップじゃん一気に差し替わりましたこうすると PowerPoint で ココピペコピペペすするよよりも楽ちんですよね今5つしか要素がなかったのでまああんま手間変わらないかなって思うかもしれないですけれどもじゃこれが100項目200項目あった時は、えー、と一度 .txt ファイルにして使うところだけ吉名に切り出してそれをドラッグドロップすることでかなり効率化できるんじゃないかなと思っていますで excel だとどうなんですかっていう話なんですけど エクセルです、Excel、で似たような商品一覧を、えー、列ごとに入っている場合この場合の方がもっと楽ちんで使う列をシフトキーを押しながら、えー、選択してコピーするんですよ編集からコピーでテキストエディターを開いてペーストをすると必要な項目が1行1要素で入ってくるので これの使い方はさっきと全く一緒です Excel ファイルパワポファイルであのデータを支給されることが多い方はぜひ使ってみていただければと思いますなんですけれども、えっと、実はもっといいアプリがあるアプリじゃないやプラグインがあるのでそれだけ紹介しようかなと思います。はい さっき轟さんと湯口さんの,あのセッションを聞いた方はもう知ってるかと思うんですけれども、えー、GoogleSheets forAdobeXD ていうプラグインがありましてこれ、後で自分でググってほしいんですけどこれはオンラインにある g o o g l e シートのデータを XD に取り込んでくれてかつ変更があったら変更もシンクしてくれるっていうすごい紙機能なので、えー、こちらも併せてご利用くださいはい。 ではでは次に進んでまいりましょう最後のお困りごとですその6、えー、社内ではスケッチの利用が指定されていますはい、XD ではドットスケッチを開くことも可能ですあんまり話題にされてないんですけど開けますでこれはちょっとでもじゃなくてスクショでご覧いただきたいんですけれども これあのアップルのサイトで配っている、えー、UIElements のットスケッチファイルです。でこれちょっと中見ていきたいんですが、例えばこの左側にページが結構たくさんあるわけですよガイドとか UI が入ったやつで、えー、とそれぞれのパーツが結構シンボルになって作られています。これを XD で開くとこんな感じになりますであの XD にはページの概念がないのでページの部分のタイトルがこういういにテキストで勝手に自動入力されてアンダーラインが引かれてでその下にページに含まれているアートボードがバーって展開される感じで10個ページがあったら10個これがだっと並びますで左側を見ていくとアセットのところなんですけれども テキストのスタイルとかシンボルも100%完全じゃないんですけれどもある程度いい感じに取り込まれていますのでここからまた XD にしかできない機能を使って作業をしていただくこともできるかと思います。はいということであと1分ですもう30秒ぐらいかな本日のまとめです今日のまとめ「えー、Photoshop」で作成した PSD も XD でプロトタイプできるよ。 イラレも同様。3番目、XD メインならいられたフォトショップで素材連携4番目、XD だけでできないことはプラグインが助けてくれるで5番目、パワポや Excel のデータも素早く .xd に取り込む策があります6番目はスケッチのデータも XD で開いて独自機能を試せます。XD、の使いい方はは一つではないでなす。 今日見ただけでも6通り組み合わせがありますのでぜひ自分の仕事に合ったスタイルで使い分けてください。アプリの連携と使い分けで快適なデザインライフをお過ごしください。ということでこのセッションはくれまこと黒野あきこがお送りしましたありがとうございました。